はい、では、皆さんこんにちは。あ、こんばんはですかね。6時になりましたので、まあ、あ、こんにちは。なんだっけな、コミュニティデジタル移行苦労話引きこもごもということで、セッションをやっていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。で、今回今ファシリテーションを今日させていただく、私ベンチャーカフェ東京の小村と申します。で、ちょっと前段だけ私の方でイントロダクションをさせていただきますと、ちょうど昨日ちょっと日本でまだニュースがはっきりと出てるか分かんないんですけれども、テドラスさん、WHO のトップヘッドがですね、まあ、昨日会見をしまして、まあ、This situation can be categorized as pandemic という形で、まあ、コロナウイルスの影響がまあかなりの、まあ、レベルにまで達したというような状況に今なってます。で、それに伴って、今東京ではやっぱりイノベーションをより活性化していこう、スタートアップをもっと応援していこうという動きがまあ3年前ぐらいからあって、大体でイノベーションコミュニティとか、まあ、いろんなコミュニティというのができているんですけれども、まあ、各イノベーションコミュニティもそれに伴ってこのウイルス対策をせねばならないという状況になっている。で、その大きな方向性としては、オンラインという力をより取り入れていこう。やっぱり場で集まる、実際に集まることを大切にしてきた各イノベーションコミュニティですが、望む望まざるに関わらず、このオンラインの力というものを、取り入れていこうという、動きになっていますが、やはりこれってすごく大変なことで、まあ、私もこの前段打ち合わせをしたりとか、いろんな人と話す中でこの界隈で、まあ、大変だねとか、こういうこと苦労してるよって話があったっていうのが、まず、このセッションのスタートです。で、これは各会社、各コミュニティ、それぞれ今見てらっしゃる20人ぐらいの方が見ていただいてると思いますけれども、でも同様の議論があるんじゃないかなというふうに思ってます。で、なので我々の苦労とか、なんかこういうとこ困ってる、あるいはこういうふうにやってるよっていうことをシェアするということが意味のあることなんじゃないかなというふうに思って、今回企画をさせていただいたということです。ですので我々が決してドヤ顔でデアということを言うわけではなくて、皆さんと同じ立場で、今イノベーションコミュニティを運営している人間としての、まあ、苦労話をちょっとシェアさせていただく中で、何か皆さんにお役立ちいただければというふうに思っている次第です。で、後半はしっかり Q&A とかの時間を持とうと思っておりますので、まあ、ぜひですね、チャット機能、まあ、今回 Zoom のウェビナーというものを使ってますが、チャット機能や、などを使ってですね、ぜひ、質問等々あれば言っていただければというふうに思っております。で、余談ながらこの後のセッションは、まあ、よりオンラインでコミュニティを築いてきた、山田さん、海老原さんという方にお招きしてセッションもありますので、引き続いて見ていただくと、まあ、苦労話と非常に経験のある人たちとっていう形で、すごくこうもしかして役に立つ流れになるかもしれませんので、よければぜひご参加くださいという形ですね。はい、ということでちょっとチェックインだけしておきましょうか。Zoom を初めて使われた方という方もたくさんいらっしゃるかもしれないと思っているので、ちょっと使い慣れする意味においてもチェックインをぜひさせていただければというふうに思っております。そうですね、皆さんのこのセッションに対する期待、どういうことを知りたいかとか、まあ、どんな面持ちで参加しているかっていうのをぜひチャットと言われる機能、まあ、パソコンで、これをやられている方は下の方に、チャットっていうものがあると思うんですけど、まあ、それを押していただくと右側にチャットボックスが出てきますので、青いところをクリックして範囲を全員としていただいて、すべてのパネリストではなく全員という形にしていただいて、ぜひシェアしていただければというふうに思うんですけれども、どうですか。あ、今、登壇者のゆえちゃんから、山本さんからこんにちはというメッセージありましたが、まあ、こんな感じでぜひですね、やっていただければと思います。ベンチャーカフェさんから、はい、今日は楽しみですと、おのゆりこんにちは、楽しみにしています、ありがとうございます。なんで、まあ、ちょっと簡単に皆さんの期待があればぜひこちらに書いていただければと思うんですけど、いかがでしょうか。2分ほどちょっとお時間を取りますので、ぜひ書いてみてください。ありがとうございます。ちなみに日本語で大丈夫ですか。 If you need Englishprobably we cannot do everything English, but we try. 大丈夫です。ありがとうございます。はい。どうでしょうか。皆さんの期待
あ、決して強要はしませんが、ぜひチャット使ってみて、書いてみてください。2分ほど、8分までお時間取ります。どんな運営をやるのか知りたいとか、いいですね。まさにね、そういうところをちょっと話していけたらいいなと思いますけど、うん、オンラインならではの新たなコンテンツの可能性をどう模索しているか、うん、まさにそうですよね。やっぱりオンラインならでは、オンラインだからこそできることっていうのもありますもんね。お、今長野さんも入っていただいたようですので、はい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 、そうですね、多分このこれ Facebook で流してるとちょっと見れない人もいると思うので、ちょっとずつ読み上げていけたらなと思うんですが、はい、野原さんありがとうございます。こんばんは。最近オンラインイベントにリアルイベントを切り替える機会が増えていて、まあ良くも悪くもどんな事例があるのかいろいろ聞けるのを楽しみにしてきました。よろしくお願いします。嬉しいですね、そうやって来ていただいてるのは。朝広さん、コロナをきっかけにちょうど新たにオンラインのコミュニティを立ち上げようとしているので楽しみにしてました。参考にしたいです。Zoom の上手な使い方も参考にしてみたいです。ありがとうございます。そして、小野さん、どんなやり方がコミュニケーションを活性化させるのか、事例をシェアしていただけると嬉しいです。それはね、もうまさに私たちも結構悩んでいるというか、どうしていったらいいんだろう、手探り状態で進めているところですが、はい、井山さん、オンラインで生きたグループディスカッションできるか評価したいです。ありがとうございます。金谷さんですかね、今日は。サーステイギャザリング初参加なので、お、様子を見てみる感じです。ありがとうございます。続々とチャットでコメントをいただいております。ありがとうございます。はい、じゃあ、あのリサありがとう、読み上げてくれて、はい、そうですね、 Facebook をご覧の方はこれは Zoom を通してやってます。なので、もし、Zoom から参加されたいという方は、Facebook の方、ベンチャーカフェ東京のページの方には一応リンク貼っておりますので、そちらから、Zoom で入り直していただくといいかなというふうに思っておりますが、まあ、できるだけ、まあ、Facebook から見ている方もいらっしゃるということを前提に、まあ、話していければというふうに思っています。まあ、あのリサ、ぜひ共有いただいてありがとうございますということで、はい、では進めていきましょうか。で、今日議論の流れですが、こんな流れで進めていきますということで、まあ、まあ自己紹介していただいた上で皆さんに、まあ今回のコロナウイルスどういう影響あったか、まあ、その上でその問題を解決するためにどんなことを今しているのか、まあ、それから今後の展望、それから最後に Q&A、 皆さんとの Q&A というような流れでやっていきたいというふうに思っております。ただし、まあ、これに限らず、まあ、適宜いろんな質問していければと思ってますし、皆さんからも、まあ、Facebook、せめていくとリサの Facebook の方ももし適宜見といていただけると嬉しいです。はい、まあ、僕も見るようにしますので、まあ、あるいはここの Zoom の参加者の方々も適宜質問があればいつでもいただければというふうに思っております。はい、ということで、まずは自己紹介ということで、皆さんぜひ自己紹介をしていただければと思いますが、じゃあ最初どなたからいきましょうか。まあ、一番最初にコメントいただいた山本さんからいきましょうか。ぜひ山本さん、ぜひお願いします。トップバッターですね。ありがとうございます。プラグ&プレイジャパンの山本と申します。プラグ&プレイは、まあ、シリコンバレー発のベンチャーキャピタルとアクセラレーターをやっていて、で、主に言うとアクセラレーターでのスタートアップの支援と大企業とのオープンイノベーション、そしてスタートアップへの投資っていうのをやっています。で、私自身はコミュニティマネージャーとして、まあ、プラグ&プレイのコミュニティの活性化だったり拡大化だったり、まあ、プラグ&プレイのことについて知ってもらえる機会を増やすようなことをやってるので、まあ、イベントでコミュニティ作ったり、あとはオンラインでコミュニティ使ったりっていうのをやっているので、まあ、今日はすごく楽しみにして臨んでます。よろしくお願いします。じゃあ高橋さん行きましょうか。はい、高橋達之と申します。よろしくお願いします。私自身は今フリーランスで、いろんなところでこう講座作りとか場作りをやっていて、実は去年ベンチャーカフェさんでも結構な回数を、講座を企画させていただいています。で、今、まあ、対外的にメインでやっているのは早稲田大学の早稲田ネオという社会人スクール、まあ、こちらで講座を
公共事業創造系の講座を作ったりとかしてまして、まあ、去年は1年で200本ほど、いろんな多種多様な講座を作っているというものでございます。あと、コミュニティっていうキーワードで言うと、まあ、個人でコミュニティを立ち上げて、まあ、かれこれ13年ほど、まあ、複数のコミュニティの運営に携わっていて、まあ、コミュニティとかその学びの場作りっていうところが、私のところのキーワードで、まあ、そこが逆に言うとコロナもろに影響を受けているので、まあ、そんな話も忌憚なくできればなというふうに思っております。よろしくお願いします。じゃあ、平井さん、どうぞ。あ、よろしくお願いします。ゼロワンブースターの平井と申します。弊社はですね、独立系の、まあ、日本初のアクセラレーターというところと、で、コーポレートアクセラレーターと、社内起業家向けのイントラプレナーアクセラレーター、あと、起業家教育プログラム、ゼロワン道場というものをやってまして、もちろん、シード投資みたいなところも出資もしております。で、私としては今、総合商社、大阪の総合商社の原田産業さんとかと一緒にですね、原田インキュベーターっていう、まあ、コミュニティ起業家教育プログラムみたいなのを運営しておりまして、そこで、まあ、やっぱり大阪なのでかなりコロナの影響を受けて、もともとリアルでやってたんですけど、オンラインに切り替えて、やっていて、かなり四苦八苦しているところでございます。なので、まあ、そういったディープな話もできたらなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、長野さん、ぜひ。こんにちは、長野と申します。僕はですね、クルーっていう会社で、ご存知だったら嬉しいですけど、スタートアップの支援とかを行っている会社です。で、僕もゼロワンさんとか、プラグアンドプレイさんとかと同じような感じで、オープンイノベーションっていうような、まあ、クルーがですね、やってます。で、大企業とスタートアップをつなげて、新しい事業を創出するための、まあ、サポートだったり支援だったりとかっていうのをやってるんですけれども、まあ、一応僕らの事業体の主な、やってることとしては、まあ、オープンイノベーションで事業会社さんとスタートアップをつけてるんですけど、一方で、神谷町の方にですね、コワーキングスペースとかも運営してまして、そこに入っているスタートアップの方とかの、ご支援と、まあ、ゼロワンさんも有楽町にこの前オープンしたばっかりですけど、それと同じようなスペースを僕らも持ってるっていう感じですね。で、僕が今進めて、個人的に進めているのが、スタートアップスタジオっていうような形で、まあ、個人の、挑戦する機会をどんどん、盛り上げていこうみたいな形で、実際に事業化をするための支援だとかっていうのプログラムを3月2日から始めたりしていて、ここを今メインでやっていたりします。で、実は昨日ですね、オンラインのイベントという形でクラスターって VR の、説明会みたいなのを行ったんですけれども、まあ、そこら辺の話もね、今日ちょっといろいろ踏まえてできればいいかなと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ最後にリサ。はい、私はですね、ベンチャーカフェ東京でプログラムマネージャーをしておりますリサです。まあ、私たちもまさに、まあ、コロナの影響をもろに受けておりまして、で、まあ、もう4週間ぐらいなのかな、前ぐらいから、まあ、オンラインにシフトしております。で、ベンチャーカフェ毎週木曜日にサンステイギャザリングっていうイベントを、まあ、実際には虎ノ門ヒルズで今までずっとやっていたんですが、まあ、4週間ぐらい前からオンラインにシフトして、まあ、毎週木曜日にイベントをやっております。で、まあ、多分私とあとリュウも紹介させていただけると思うんですが、サーステイギャザリングではセッションスペース、今皆さんが参加していただいているこのセッションスペースと、あとネットワーキングスペースっていうのも運営をしておりまして、どちらかといえば担当としまして、リュウがセッションスペース、私がネットワーキングスペースの方を見ているので、まあ、そちらの方面からも、まあ、こういう経験したよとか、こういうところをちょっと苦労しながらやってるよっていうようなところを今日はご紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。という豪華な面々でやっておりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、早速、今回はですね、資料等々、特に使わず、まあ、ざっくばらに議論していきたいと思いますけれども、まあ、ぶっちゃけ、最近どうですか、コロナ影響、どんな影響を皆さん受けてますかってところをお伺いできればと思うんですが、どなたでも好きな順番で言っていただければと思いますけど、どうでしょう。で、これ言った方がいいですね。じゃあ、平井さん、よろしくお願いします。はい、ですね、先ほど、長野さんからお話あったように、有楽町でサイというですね、三菱地所さんと組んで、コワーキングスペースを始めたんですけれども、これがちょうどですね、コロナが始まった時期とちょっとだいぶ、まあ、もろかぶりで、出花をくじかれた形で、イベントがほぼできないことになっています。
結構オンラインで何かできるかとか、どうやってオンラインでやるかみたいなところを宿泊しながらやってまして、で、そうですね、先ほど言った関西で、起業家プログラム、起業家支援プログラムやってるんですけど、そこでまあ、こう、なんでしょう、ごめんなさい、飛びました。なので、コワーキングスペース運営でですね、かなり、限定してる、コミュニケーションが限定してしまっているなっていうのが現状です。で、それに向けて何かこう、明日ですね、ゼロワンナイトっていう YouTube で、動画配信みたいなのを始めるっていうところもあります。なので、イベントをできない代わりに、オンラインで配信していこうという動きをしております。これちなみにコミュニケーションが限定的になっている、つまりどういうことなんですか？ですね、結局オンライン、今 Facebook グループとかいろいろツール使ってはいるんですけど、横のつながりっていうのがオンラインでの限界みたいなところがやっぱりあるんですが、で、リアルであって、実際にコミュニケーションを取るっていうのと、オンラインでやるとやっぱり発言する人と発言しない人が限られてくるみたいなところがあるので、そういった意味で限定的っていうところなんですが、ただ一方で事業会社さんと一緒に組んでやっているところでいうと、まあ、事業会社さんの方で言うと結構ツールが、ソフトウェアがシビアなところがあって、Zoom 使えないみたいなところがあるんですけど、そこをまあ Skype とスライド使ってこう配信したりして、なんか対策を取ってですね、まあ、今まで発言しなかった人が結構発言するようになったりっていうメリットも結構出てるなというふうに感じます。はい、なるほど。つまり横の、まあ、やっぱりオンラインなので発言する人しない人が出てきちゃうんだけど、逆にスライドみたいな、まあ、今日もZoom だと Q&A 機能、質問機能とか投票機能みたいなのがありますけど、こういうのを逆にうまく使ってやると、それはコミュニケーション活性化できるということなんですかね。まあ、ここで言うと、まあ、一つやっぱりオンラインに切り替えざるを得なかったっていうことがあると思っていて、まあ、その中でネットワーキング、コミュニケーションしていくのは結構難しいよねみたいな話で、もやりようによっては、まあ、さっきおっしゃったようなスライドとか使ってやるとうまくいくよねみたいな話が出てきたと思うんですけど、これどうでしょうか。まあ、ベンチャーカフェ東京、リサ、もう似たような状況だと思うんですけれども、うん、難しさをどう捉えていて、それをどのように打破しようとしているのかみたいなところをぜひ知らせてもらえると思うんですけど、うん、どうですか。そうですね、私たちも本当ネットワーキングをどうオンラインでやっていって、まあ、参加者の方々がこう交流する場を作っていくのかっていうのを、まあ、常に模索しながらやっているんですけど、やっぱりオフラインの、まあ、実際にフィジカルで会うネットワーキングの場所とは違って、やっぱりこう気軽に参加してくださるっていう、ちょっと違ったこうマインドセットで参加してくださる方もきっとオンラインでは増えてると思うんですね。で、まあ、最初の方はやっぱり、まあ、フィジカルな場と同じような空気感を作ろうとしていて、やっぱ来てくださった方にはこう積極的に話しかけに行っていたんですけども、やっぱり実際に来てくださった方々、ちょっと見に来ただけとか、今ちょっと電車の中にいるから話せないんだよっていうような方もいらっしゃったりして、まあ、やっぱり、まあ、どうぞどうぞ話してくださいっていう、まあ、積極的にっていうところをしていくんじゃなくて、も気軽に参加してくださいね。で、あと、もう言葉だけじゃなくて、まあ、チャットでも全然コミュニケーション取れるので、チャットでもいろいろとコメントくださいねっていう感じで、もう少しなんでしょうか、こうネットワーキングの、まあ、ハードルを下げるじゃないですけども、ちょっと見てくれるっていう方々もウェルカムな空気感にできるようにちょっと努めていけたらなとは思っているんですが、でもまだまだ実際模索中で、まあ、ベーチャーカフェって世界に10カ所あって、まあ、他のところもオンラインに切り替わってるので、私たちも行ったりするんですけど、やっぱり海外だと結構積極的に話したい方たちもいて、ネットワーキングスペースで本当に全然知らない人と盛り上がったりとかもしているんですね。で、そこが、まあ、もちろんそれぞれのカルチャーがあるので違うと思うんですが、まあ、日本なりに少しでも、まあ、参加者の人とか、あと、まあ、スピーカーの人とかとの交流が、なんて言うんでしょうかね、オンラインでも盛り上がるような場作りにしていけたらいいなと思ってるんですが、まだまだ模索中です。はい、なるほど。結構難しいですよね。まあ、オンラインならではの
まあ、コミュニケーションというテーマだったんですけれども、どうでしょう、このテーマで他の方々感じているところや、こうしたらいいんじゃないとか、皆さんがやってる工夫とかあればぜひ共有いただければと思うんですけど、どうでしょう、他のコミュニティはどんな感じですかね。あ、じゃあ高橋さんどうぞ。はい、まさしく今日あの早稲田の先生と話してたんですけど、まあ、やっぱりリアルのものをオンラインに単純に置き換えるというよりも、オンラインにはオンラインにこうフィットしたものっていうのもあるんじゃないかなというふうに思っているというのが一つあります。で、例えばその一緒に何かこうオンラインドキュメントをいじるみたいなこうコワークみたいなところで言うと、結構多分リアルの場だとどうしてもワークショップって紙になりがちなんですけど、こうオンラインで一つのドキュメントファイルをいじるっていうのだと、こう最初からオンラインで参加した方がやりやすいっていうのはあるんじゃないかなっていうことであったりとか、あとまあそのコミュニケーションはやっぱりどうしてもこう通常、ね、対面よりは少しこうなんていうか効率下がるので、まあ、そこの部分はちょっと別の形でやるっていうのが一つのこうソリューションかななんていうふうには思ってます、ね。はい、で、あとはこう実は意外と皆さんこう今みたいに同期型のいわゆるリアルタイムでやるものを結構こうが中心だかなと思うんですけど、意外と非同期型のそのセミナーというかあのクラスディスカッションみたいなビジネスブレイクスルーみたいなやつもなんかあり得るのかなというふうにちょっと思ったりして、まだそれは試してないんですけど、可能性としてあるのかなというふうに思っています。非同期型っていうのはどういうことですか。まあ、例えばそのいわゆるこうみんな同じタイミングじゃなくて、まあ、単純にこうなんていうんですかね、スレッドを一定の例えば1日とか2日の間でみんなで書き込みながらディスカッションをしていくみたいな、そういうイメージです。なるほどなるほど。まあ録画したものをベースにして、それをちょっと長時間、はい、時間尺長めにして、まあそれこそチャットなんかで、はい、あのコミュニケーションを取っていくっていう、そんなイメージですかね。そうですね、まあ、Facebook の そのグループとかのディスカッションみたいなもののイメージですね。なるほどなるほど、はい、以上です。まあ、そういう意味でいくと、なんか今結構インサイトフルなコメントはその、まあ、オンライン、オフライン、リアルをそのままオンラインと置き換えるんじゃないって、まあ、そもそも別物として捉えて設計し直すっていう、こう向かい合い方っていうのは一つなんかポイントなのかなっていうふうにはお伺いして思いましたと。まあ、そういう意味でいくと、そのじゃあその向き合い方を考えるには正確にこうオンラインとオフラインの違いっていうものをなんか捕らまえなきゃいけないと思うんですけれども、なんかそのあたりをあのちょうど、なんか教えてもらったんですけど、山本さんの方でなんかノートに記事化して書き留められてらっしゃったと思うんですけど、なんかそのあたり、そこでなんかオンラインとオフラインの違いを整理されてたと思うんですけど、ぜひそのあたりの知見とか共有いただければと思うんですけど、どうでしょうか山本さん。ありがとうございます、小村さん。なんか、プロモで入れてもらって。でもなんか、うん、そうですね、違いってあると思うし、それぞれのプロコンってあると思うんですけど、皆さんが今話してたのは多分ネットワーキングの方のプロコンで、やっぱりネットワーキングって、対面してないとわからない雰囲気とか、出会いとかあると思うんですね。それってやっぱりオフラインで大きくて、でオンラインでもどうやってそういう出会いだったりセレンディピティ的なものをカバーしようかと思ってプラグ&プレイではすごい考えてるんですね。なぜなら、まあ、アクセラだったり、まあ、コラボレーションっていう場としてそこが一番大切な場所だからだと思ってるんですけど、でもう一個大きいのはキッチンイベントってこの会話にいると絶対やんなきゃいけないこと で、対面しないとちょっと難しいものだったりするんですね。でも、まあ、スタートアップ界隈の柔軟性がやっぱり出ていて、まあ、イベントハブさんとか、いろいろな会社が、いろいろな、その、サービスを適用して、この、シチュエーションに適用していろんなサービスを出していて、で、プラグ&プレイではマンスリーピッチをやってるんですね。で、朝、みんな集めて、6社ピッチしてもらってみたいにやってるんですけど、その中でどうやってオンラインで同じバリューを提供していくかっていうのをこの記事を書きながらすごい考えていて、で彼らのサービスを使ってピッチをバーチャルで見ながら、まあ、
来場者とコネクトできるみたいなサービスが出ているので、それを使ってやってみようかって今準備中です。今月末にやるんですけど、すごい楽しみにしているの で、それを使って、まあ、オンラインオフラインで提供できているバリューをオンラインでも提供していこうっていうふうに試行錯誤している途中です。なるほど。具体的に言うとどんな試行錯誤をしてるとかってあります？そうですね、なんかまあ、ロジスティックの面でもすごい 大切だと思うし、昨日の打ち合わせもでもいろいろ出たんですけど、ツールだったりマイクだったり、まあ、聞こえ方がすごい悪かったらストレスになるじゃないですか、まあ、そういう風なものだったり、あとピッチなのでピッチデックが見えなきゃいけないとか、あとは来場者のどういう特性、プロファイルどういうことを分かれば一番つながりやすいのかっていうのだったり、あとはベストプラクティスですね。他のなんかアクセラレーターだったりイベントをしてる方たちがやってるようなことをミミックしながらベストプラクティスを集めて、同じことより良いものを出していこうっていう感じでやってます。なるほど。まあ、今まさにだから準備を真っ最中にやっていて、勉強中だみたいな、そんなステージなんですかね。まあ、なんかイミジクも結構ツールの話って皆さん興味あるんじゃないかなとかっていうふうに思っていて、でそれぞれ皆さんどんなツールを使ってて、どんなふうに使ってるのかってぜひなんかお伺いできればなと思ったんですけど、ちょうど昨日クラスターっていう、まあプレスリリースなのかな、なんか出してましたけど、クラスターっていうツールを使って説明会をクルーはされてたと思うんですけど、長谷さんどうですか、そのあたりちょっと共有いただければと思うんですけど。はい、これチャット送っちゃったりしても大丈夫なんですかね。いいです、うん、ありがとうございます。先ほどですね、うちのオウンドメディアでバババッとうちのマーケターの人がですねまとめてくれたんですけど、ブリッジにもすぐ取り上げていただいて、多分ここに画像が載ってるんで多分見えやすいかと思うんですけれども、画面共有しましょうか、こんな感じで。ありがとうございます、助かります。そうなんです。僕らもですねこれ初の取り組みではあったんですけれども、まあ、クラスターってKDDI さんが出資してたりする、まあ、VR スタートアップなんですけれども、これタダで使えるんですね。だから、割とまあ今だけなのかもしれないですけれども、まあ、シリーズ A ぐらいなのかな、のスタートアップのサービスで、プラットフォームを自分たちで作って、でその中で、時間を4時間までだったと思うんですけれども、決めて、こんな感じでアバターをなんかいろいろダウンロードできるところもある。僕この右側に映ってるひよこなんですけれども、ちょっと可愛い感じにアバターやってみました。でなんかちょっとこう遊び要素みたいなちょっとこう取り入れながら、オンラインってどうしてもやっぱり無味乾燥に少しなるんじゃないかなっていうところが結構こうオフラインに比べてあったりするの でやっぱりオフラインでやるイベントのメリットっていうのは結構一体感だとか、お客さん入ってたりするとやっぱりなんか少しこうなんか安心したりだとか、まあ、結構いろいろなメリットがある上で、オンラインでやるとやっぱり顔が見えないデメリットある一方で、その場所的な拘束がないので、さっきリサさんも言ってたみたいに入りやすかったりとか、まあ、割とまあその軽い気持ちでイベントに参加できるというところはかなりメリットなのかなと思っていて、で昨日やったそのスタジオの説明会だったので、あんまりその観客同士、まあ、来られる参加者同士のちょっとコミュニケーションっていうところは一旦ちょっとまあ捨てているというか、まあ、そんなにちょっと重要視しないで、まずちょっと一体感を出しつつ、スライドとかを見せるやり方っていうところでは、まあちょっと一旦クラスターを使ってみようというような形で使ってみたような感じですね。で実際にまあ3、40ぐらいですかね、入られていて、割とまあちょこちょこ入ってもらっていたんですけど、やっぱりダウンロードの、壁っていうのは結構あるのかなっていうのは感じました。で PC 結構重くなっちゃうのでめっちゃ熱くなるので、これは気をつけてください。ただまあいろんなこのアバターがですね、指なら拍手したりだとか、なんか指笛吹いたりとか、いろんなアクションがあったりするので結構面白かったです。でその中で先ほど、山本さんがおっしゃってたみたいに、スライドどう出すかみたいな話とかも結構あるんですけど、このやってる最中に皆さんちょっと壇上の前に集まってくださいみたいな声掛けしたりとかして、アバターは結構皆さん自由に動かせるので、で集まってもらって、スライドをそのまま見れるような形とか動画を流したりとかっていうのことをしましたね。でこれはベンチャーカフェからもリサさん手伝いに来てもらってたんで、リサさんからもちょっとその裏話みたいな多分いろいろ話していただくと、めちゃくちゃ大変でしたよね。いや、なかなか大変でしたね。やっぱり初めての試みっていうこともあって、
あ、大丈夫かな、どうだ、どうやってやるんだろうみたいなところはあったんですけど、やっぱりすごく参加してよかったなと思ったのが、やっぱり参加者の方のその反応が見れるっていうのがすごくいいなと思って、まあ、実際今こうウェビナーをしてるじゃないですか、私たちズームを使って。で、その、まあ一つの、なんて言うんでしょうか、デメリットといいますか、参加者の方の顔も見えないし、どういう反応されてるのかっていうのは見えないっていうのが、やっぱりちょっと、ああ、そういうとこオフラインだと見えるのにないのになっていうところを、クラスターだと本当に拍手したりとか、いいねしたりとか、結構、皆さん反応してくださるんですよ。そういうオプションを使いながら。そこはまた一体感があってすごくいいなと実際に思いました。で、実際にアバターのその目線を自分で好きに変えることができるので、会場内の例えばスクリーンを見てみたりとか、どんな人が来てるんだろうって歩き回って見てみたりとか、そういう面白さはすごいあるなと思いました。なんか今参加者の方から URL を貼ってもらったんですけど、YouTube にも上がってるみたいですね。こんな感じでその当日の様子が。そうですね、 YouTube だとまあ結構視点固定なんですけど、もう本当クラスターでアバターで入ってもらえると、もう本当自分が動き回っていろんな視点を見れるので、それも一つの面白さかなと思います。こんな感じ。なるほど、なるほど。まあ、これはね、全体のビューだけど、個人の視点から見るとまた全然違って見えるって感じなんですかね。違ってますね。はい。はいはいはい、いや、なんか、お伺いしたかったら、まあ、何が良くって、何が一番難しかったかみたいなところを聞くと、なんかクラスターってすごい面白そうな取り組みだなと思ってたんですけど、まあ、さっきおっしゃったダウンロードの壁と、やっぱり、どうやってこう、まあ、ベンチャーカフェの話をすると、我々、ズームを結論から言うと選択しました。でその背景は何かというと、めっちゃ入るの楽なんですよね。リンク踏むだけなんで、なんかダウンロードしてもらったりする手間がない、ブラウザベースで動くっていうのは非常によくって、実は Zoom を選択したっていう背景があるんですけれども、やっぱりダウンロードの壁があるんだっていうことがなんか今勉強になりましたですね。で逆にあとマシンパワーですね。でこれも Zoom 使ってる軽い方なんですけど、とはいえ Zoom 使いながら他のブラウザでなんかやろうと思うと結構動作が鈍くなったりしたりするので、まあ、マシンパワーの問題もやっぱりあるなっていう感じはしてます。なんかそういう意味でいくと、ダウンロードの壁はなんか どうなんですかね。まあ、使い続ける予定なんですか、クルーさん的には。まあ、正直まだ、まあ、1回なんでわからないんですけど、まあ、ちょっと使ってみようかなと思ってます。で多分普通にイベントやってる時と大きな違いで言うと、やっぱりこう皆さんが見慣れないツールを使ったことっていう影響もおそらくあると思うんですけど、まあ、ブリッジ取り上げられたりするのはすごい大きいなと思っていて、やっぱりそのクラスターっていう VR を使った説明会みたいな話とか、他にもいくつか学会をクラスターでやることも確かなんかの記事で取り上げられてたりするので、そういうアーリーアダプターだからこそ、そのイベントっていうところの目的、その認知向上だとか、いろんな数多くの人に届けるみたいなところでは、まあ、そういう選択肢っていうのは一つありなのかなとは思いましたね。なるほどね。面白い。まあ結構そのだから、参加者に対して丁寧にこうインストラクションができるような環境であれば、なんかありなのかなみたいな。そうですね、うん、やっぱり参加者の方の負担もあると思うので、まあ、それなので、まあ、入れやすいこう割とその新しいツールが好きな方みたいなところは、クラスターでダウンロードして入っていいよっていうところと、やっぱりそのセーフティーネットじゃないですけど、他のチャンネルっていうところを用意しようかなと思っていて、でここは YouTube の同時配信っていう形でやりました。なんで、YouTube の同時配信をすることでダウンロード不要の方も実際にどういうものがやられてる、まあ、発信されてるのか見れるような形にはしたって感じですね。ただ大きな課題としてはやはり、まあ、散々多分皆さん課題として捉えて、今日の参加者の皆さんもそうだと思うんですけれども、やっぱりその参加者同士のコミュニケーションというところに関してはちょっとどうやってやっていくのかなっていう課題はまだ残ってます。クラスターまだ使いこなせてないので、僕も多分そこが結構肝になってくるんだろうなっていうところも、それもまあイベントの種類にもよるのかなと思ってます。ありました。まあ、大きな課題っていう言葉が、まあ、意味軸も出てきたんですけど、まあ、一旦我々の方から喋るのはこれラストクエスチョンというふうにしたいと思ってるんですが、皆さんにちょっとお伺いしたいんですが、まあ、このオンライン移行っていう話になった時に、今皆さんが本当に今まさに解決しなきゃいけないと思っている課題って何でしょうか。
あ、じゃあ高橋さんどうぞ。はい、あの一番の課題はお金をどう取るかっていうとこかなと思っていますと。で、まあ結構オンラインのイベント無料のものが多いんで、まあ皆さんこう試しでやってるからっていうのはあると思うんですけど、まあそう言ってもこう例えば我々その例えば早稲田だった講座みたいなものとかも、お金を取らないとあの成立しない、ビジネスとして成立しないサステナブルじゃなくなってしまうので、それと多分どっかでいただくものとそうでないものって、出てこなきゃいけないと。ただその時にやっぱりこうオフラインというかリアルのものだと、そこにいてそこのこう講師から直接話を聞くとか、あるいはそこの参加者同士のこうネットワーキングとか、まあ、そういったものに価値を感じてらっしゃる方がいると思うんですけど、こうオンラインになった時に多分ちょっとこう何に対して参加者対価を払うかっていうのが多分感覚的にちょっと違ってくるかなというふうに思ってるんですね。で、まあ今日まさしくこうちょっと早稲田の人と話してたのは、例えばこう飛行機にビジネスクラスとあのエコノミーとがあるように、その同じところに参加してるけども、そのこうなんか個別に質問できたり、こういろんなフィードバックもらいたいとか、そういう参加の権利が違うっていうものであるかもしれないし、あるいはその何かしらのこうテキストとかそういった形のあるものをもらえるとか、まあ、そういったその対価を払う対象っていうのが多分直感的にこうユーザビティとかそういったものが違ってくるので、そこのこれを取るためのどういった価値を提供して何を対価としてもらうかっていうところが変わってくるかなというところの模索が今始まっているかなというふうに思っています。はい、なんかそれあれですよね、まさにイールドマネジメント的な考え方なのかもしれないですけど、うん、まあ、それぞれの人、まあ、要はお金払うって価値に対して対価があるっていうこと で、うん、はい、でややこしいのはこの価値っていうのは人によって感じ方が違う、同じものでも感じ方が違う。そうですね、はい、そのプランをこう分けてやることによって、うん、その異なるこう価値認識の人 が選べるっていう状態を作るみたいなのがすごい大切っていうことなんですかね。 そうですね、あとはこう払う側の納得感があるとか、うんうん、あるいは細かなオペレーショナルな話をすれば、例えばこういうふうにブロードキャストしているものにそこのこうどういうふうに分けていくかとか、うんうん、っていうところもあのオペレーションとしてはあると思います。なるほど、はい、他の方どうでしょうか。じゃあ山本さんお願いします。はい、一番の課題は対面の価値だと思っています。まあ、オンラインで、まあ、いろんな時代の流れがあってオンラインにできることってたくさん増えてきていて、まあ、いろんなものがオンラインになってもいいっていうようなものもあると思うんですけど、対面の価値って大きくて、特にあのアクセラレーターとか投資とかそういうスタートアップの界隈にいると、まあ、たまたま会ってすごい雰囲気が良かったし、いいあのコンバセーションしたからもう一回会いたいと思うとか、あのたまたま横に座っててあこういう話になって、あ仕事の話になりましたみたいな、対面の価値ってすごい大きいと思ってて、まあ、ハンドシェイクの価値だったりあの名刺交換の価値だったりっていうのがすごい大きいと思ってるので、それをどうやってオンラインで実現させていくか、そのマッチングコラボレーションっていうのをどうやってオンラインでもあの作っていくかっていうのが私たちの中での一番の課題になっていて、まあ、それがイベントハブだったりいろんなツールで、あのカバーしていけるかどうかっていうのがすごい課題で、あの今あの挑んでいる途中です。なるほど。まあ今コロナの騒動でシェイクハンドもどうなんだみたいな話になってますもんね。あの他の方どうでしょうか。あ、そうですね、まあ、課題、あ、ゼロワンの部屋です。課題としてはなんかやっぱりあのどうやって楽しくなってもらえるかみたいな、気持ちよくなってもらえるかみたいなところが結構課題かなと思っていて、まあ、普段ですとこうコミュニケーションノミニケーションみたいなものがあるんですけど、その代わりにですね、なんかあのオンライン飲み会みたいなあ機能を使って、なんか始まる前に、缶ビールとか、ウーロン茶とか、用意あの冷やしておいてくださいみたいな形で促しておいて、その中でこう事前にってこう横のつながりを持つみたいなところとか、あのリサさんもこの機能をお話しした通りですね、あのブレイクアウトルーム機能みたいなところを作って、なんかこう個別のトークみたいな、この場を作ることで、まあ、よりワークショップとかお互いにピッチとか練習し合うみたいな、まあ、相互コミュニケーションみたいなところは極力やろうかなというところで、あとやっぱりデモデーとかですね、あのピッチコンテストとかそういったところは結構今後課題かなというところで、あの永野さんおっしゃってたようにクラスターみたいな機能とかイベントハブとかなんか使いたいなっていうのが今あのちょっとこう導入してみたいなっていうふうに今考えています。確かにロケットピッチ4月16日に僕らでかいピッチ大会やろうとしてるんですけど、そこクラスターでやってみてもいいかもしれないですね。
ダメか。まあいいや。うん、でも面白いなと思いますね。うん。うん、まあ、それで本当に心が動くのかっていう、アバター経由でもあると思います。そうですね。うんうん、なるほど。顔が見えるっていうのもね、大事だったりするかもしれないですし ね、 ね、安心感があるからね、うんうん、ちなみに楽しんでもらうってつまりどういうことなんですか。これはなんで楽しんでもらわなきゃいけないかっていうと、どういう考えのもとにあるんですか。あ、そうですね、やっぱりこうコミュニティに対する貢献とかですね、なんか自分が何を発言し、何をこうコミュニケーション、何を得たのかみたいな、その行くことで何があったのかみたいなところで、やっぱりその楽しくなってもらうってことを一つ、また行きたいなみたいなことになると思うので、うん、そういったところですかね。なんかやっぱり一回きりじゃなくて、連続的にあのこういうスタートアップオープンイノベーションの場に出てもらって、スタートアップ知ってもらうとか、プロ事業会社さん と、 あの課題感みたいなところも一緒に解決していくみたいなところで、やはり つまんねえなって思うところはやっぱり行きたくないと思うんで、やっぱり楽しくさせたいっていうですね。なるほど。オンラインだからこ そ、 その、まあ、オフラインは楽しいっていう前提だからまた戻ってこようという、その多分サイクルがあったんだけれども、オンラインに切り替えることによって、まあ、オンラインめんどくさいなとか思っちゃったりとか、楽しくないなと思っちゃった瞬間も帰ってこなくなっちゃう可能性もあるから、ちゃんとオンラインも楽しいよっていうことを訴求していかなきゃいけないというのがあるってことなんですかね。なるほど。どうでしょうか、他のお二人、長野さんでもリサでも大丈夫。長野パイセン、なんかある課題、今やらなきゃいけないの。長野さんどうでしたか、昨日やってみての課題。さっき言っちゃった気がするんですけど。うん。うん、まあそっか、言ったよね。あれ、かぶっちゃった。うん、ちょっとすみません、ネットがね、やや不安定気味。ネットがそうですね。なんかちょっとカクカクってしてますもん、長野さんが。あ、大丈夫、大丈夫、聞こえてる、いや、ネットも課題の一つだと思います、ね。ちょっとやっぱりその、あ、対面っていう。じゃあまあ、ちょっと今、ネットワークが悪いので、リサ行きましょうか。はい。長野さん。まあ、長野さん、まあさ、あと参加者同士のコミュニケーションっていうのは、さっき課題として言っていただいているので、まあ、なんか、あとで深く追加あれば言ってください。うん、リサ、ぜひどうぞ。はい。まあ、まあ、私たちもまさにその参加者同士のコミュニケーションをどう活性化していくかっていうところがすごく課題だと思っています。やっぱりネット、あの実際のフィジカルな場のネットワーキングスペースだと、まあ、参加者同士がそれぞれ自分たちで話したい相手を見つけてあのコミュニケーションを取っていくんですけど、まあ、私たちネットワーキングスペース、Zoom のミーティングっていうあのツールを使ってやってるんですが、こういう感じで一つのところに例えばバーって人がいると、なかなかこう1対1とか数人とかで、まあ、話はできないじゃないですか。でそういうところをまあどう解決していくかなというところで、まあ、今やり始めているのが、まあ、そのテーマごとのまあ小部屋を作る。やっぱり小グループに分けてあげることで、あのそれぞれのコミュニケーションがあの活性化するかなと思っているので、そういう工夫を試みながら、でもやっぱり誰かこうファシリテーターがいないとなかなかこう会話が進まないっていうところを、まあ、じゃあその人の一人参加者同士だけでこう楽しんで会話を進めていくには、まあ、どういう場作りをしたらいいんだろうっていうのは一つ課題であるのと、やっぱりフィジカルなイベントだと、イベントをやる主催者の私たち、例えばネットワークとかそういうところを魅力に感じていただいて、セッションパートナーの方とかもあのいろんなセッションをしてくださるんですが、まあ、実際にオンラインの場だと、まあ、やろうと思えば誰でもできるわけじゃないですか。でそこでじゃあなんで例えばベンチャーカフェと一緒にやるんだとか、そういう意味付けですかね、ところそういうところもしっかりと考えて運営していくことがまあ重要であり、まあ、そこの課題をちゃんと解決していかないといけないなというのは感じてます。まあ、あの私もベンチャーカフェ東京の立場で言うと、なんかすごく感じてるのは、オンラインであるからこそ結構ファシリテーターの存在の大切さっていうのをしみじみ感じていて、やっぱりここ、まあ、今日もどうぞって言ってもら、まあ、やっぱり今日6人がね、同時に画面に映ってるんですけど、どうぞって言ったら、リアルだとみんな空気を見合って、あ、じゃあ私からみたいに言えるんですけど、結構、オンラインだと見合っちゃったりするので、ちゃんとファシリテーターがそこを誘導してあげる、じゃあ高橋さん行きましょうかとか、山本さん行きましょうかとか、ちょっとまあ、ある程度、その、コミュニケーションデザインしてあげるっていうのが、あるいはリードしてあげるっていうのはすごい大切だなと思ってます。ただ一方でこれって結構属人化しがちだなと思っているので、
だから一つのチャレンジはやっぱりこの属人化しがちなファシリテーションというスキルをいかにこれをシェアしていくのかっていう仕組み作りは一つのチャレンジなんだろうなというふうに思っていて、いやあれは誰それがうまいからできたんだよになると、このまあ我々の場合複数人でこのサースデーギャザリングという活動を毎週毎週やってますけれども、これが非常にあの安定的に運営ができなくなってきてしまう。だからやっぱりチームあるいはこういう形でナレッジシェアをしていくっていう座組仕組み作りっていうのは一つ課題なんだろうなっていうふうには感じている次第ですというところで、まあ時間がちょうど45分ぐらいになってきたので、ここからは皆さんとの対話の時間にしていきたいと思います。で基本的にはあのチャット、Q&A の方にご質問をいただければ対応します。まあチャットでももちろん大丈夫ですし、 Q&A という機能を使っていただいてもいいので、もしご質問あればざっくばらんにお受けします。あと喋りたい方は挙手をしていただければ、まあ、しゃべることができるようにしますので、おっしゃってくださいませと。はい、あとですね、Facebook の方でもあのコメントをいただければ、私が拾ってこちらで投げたいと思いますので、Facebook 見てる方も、はい、どんどんコメントしてみてください。はい、まず1個来てますね。こちら。オンラインで名刺交換はどうやってやるのが一番いいですかというご質問いただいております。いや、オンラインで名刺交換できるといいですよね、本当に。まあ、実際の場でも、紙じゃなくて、なんかこう、スマホかざしたら、名刺交換できるみたいな、そんなのがあったらいいなと私は思ってるんですが、皆さんどうでしょうか。オンラインで名刺交換、どうやってやるのが一番いいんですかね。今回のそのピッチイベントで用意しているものは、来場者のプロファイルがバーって見えるようになっていて、で、もし、ベンチャーカフェの小村さんとつながりたいなと思ったら、そこでつながってチャットができるようになっているんですね。で、まあ、そうすると、まあ、オフラインでの、まあ、環境を、まあ、バーチャルでも作れるかなと思っていて、はい、その結果はレポートにしてまとめようと思うんですけど、もし、興味がある方がいたら、ぜひ、参加していただければ、その経験ができるかなっていうふうに思います。あとまあコメントに、もちろんそのツールを使うというのもありますけれども、8とかリンクトインっていう、まあ、Zoom 側のコメントにはいただいておりますので、まあ、そういうコンパスでも可能って書いてますかね、はい、ツールを使うっていうのはあるということですね。じゃあおすすめのツールっていうのはさっきのイベントハブとかだと、まあ、そういう機能があるよという感じでしたっけ、うん、そうですね、リンクトインを交換するっていうのも今ちょっと名刺代わりで使われてたりしますよね。もうそこにある程度自分たちの、まあ、職歴とか何やってるかとか全部含まれているので、うん、リンクトインを交換するっていうのは名刺交換の代替になるかもしれないですね。うん、あとは、はい、長野さんどうぞ。僕がちょっと参加者の皆さんにちょっと聞いてみたいなと思ったのが、その名刺交換の理由っていうのがどういうところで見られてるのかなっていうのはすごく気になっていて、うん、でベンチャーカフェもクルーもバッチっていうスタートアップのところで、この人ってこういうタイプの人だよみたいな、ことを可視化する、社会関係資本を可視化するスタートアップの人と SNS やってる、あ、ネット不安定、声届いてるかな、届いてない、まあ大丈夫、届いてます、あ、すいません、まあ、そういったものを使ったりとかしてるじゃないですか。だから皆さんってどういうところでどういう人と名刺交換というか挨拶したいみたいなのがあるのかなっていうのは結構僕らも気になってるところだったりする。せっかくなんでちょっと聞きたいなと思って、チャットとかでなんか聞けると嬉しいなと思うんですけど、なんかもし皆さんだったらちょっと教えてほしいなと思ってます。なんかそういうので、そういったものから最適化していくのが、まあ、ツールとしては結構綺麗かなっていう気もするので、なんかみんなで考えようみたいなのがなんかいい気がしますね。今日みたいな場とかだったらどんな人と交換したいとかっていうのがあればぜひぜひ聞きたいなと思ってます。まあ結構チャット書くのって時間かかったりするんで、じゃあ1分ぐらいちょっと待ってみましょうか、うん、ぜひぜひ皆さんお願いします。他の Facebook の方でもどうぞ、うん、続けてもらっても大丈夫なんです、うん、まあまあちょっとゆっくり、まだ10分ぐらい時間あるので、うん、なければ全然いいと思うんですけど、まあ逆に今質問書いていただいてもいいと思うんですよ、うん、今日初めてこのベンチャーカフェっていうところで参加し、バーチャルで参加してみて、気づきちょっとシェアしていいですか？ぜひお願いします。オンラインイベントって気軽に参加できるけど、気軽にホップオフもできちゃうじゃないですか。
だからすごいあのテンポよく面白い刺さるコンテンツを出していくのってやっぱり主催側イベントをする側からするとやっぱり課題だなってすごい思います。あの、まあ、これはちょっとした小話なんですけど、まあ、その昔私、研修事業とかいろいろやってたんですけど、まあ、ある会社の人事部の人と喋ってて相談されたのが、最近の若い子はドタキャンするっていうことをよく言うんですね。でこれなんでかって考えてみると、あの昔だと約束すると電話して対面で会って何時何分にどこで待ち合わせって、実はすごいその会う約束をするってことがすごくこうコストがかかった時代があったんだけど、今って実はこのスマホを通じてボタン一つでいけるから実は罪悪感を感じない、その調整のコストってあんまりないから、まあいいじゃんぐらいになっちゃってるっていうことじゃないみたいな話はその時してて、あのオンラインの世界で参加者ってうなぎみたいなもんだと思うんですよね。まあ、おっしゃる通りそのすぐ離脱できちゃうから、あの、ね、リアルの場だと一回来ちゃったらなかなかその行かないじゃないですか。でも オンラインの場合ってうなぎみたいな人たちなんで、そういう人たちはおっしゃる通りやっぱり共感で引き止めていかなきゃいけない。まあ、最近あの共感が大切共感が大切っていう背景には実はやっぱり情報化みたいなのが裏側にあるんだろうなと個人的には思っていて、あその要はユーザーのうなぎ化っていうのが情報化によって行われてるんじゃないかなというふうに思ってます。ということを言ってる間に結構コメントしいただいているので、登壇者との今後の連絡かな、名刺は後日いろいろビジネスコミュニケーションを取りたいから連絡先取得のためにお願いしています。個人でつながりたい相手だと Facebook、 組織で共有したい相手だと名刺交換して会社の33入れてます。名刺交換の際に何かやりましょうが何にもならないこともあるので、意外と名刺交換しなくてもいいのかもと思います。イベントでよくあるのが登壇者の方に長い名刺交換の行列ができますが、あれでが一瞬でできたら、はい、あと Facebook でも来てます。直樹さんありがとうございます。雑談で盛り上がった流れでが多いかもですね。そうですよね。まあそうね、まあ、名刺って交換しても使わないもんね。でもね、名刺がないとやっぱさ、あの時誰と会ったんだっけって分からなくなっちゃうこともまあたまにあったりするので、そういう見返す時には何かあったらいいなと思いますけど、でも確かにそれが別にリンクドインでも問題はないかなって気はしますね。まあ、あとはなんかバーチャルでコールドでつながったとしても、うん、話す気になってくれない人にアプローチしたい時とかは多分あって、何かのコネクションを作った方がまた次の段階のステップのコンバーセーションにはつながるっていう点で、名刺登壇者だったり、まあ、会う人とかと名刺が大切なんだなっていうのもありますね。確かにそうですよね。まあ、最初に名刺、今コメントまた新たにズームから来ましたが、最初に名刺交換からだとコミュニケーション始めやすいというのはあると。まあ確かにそう、うん、確かにそうですね。まあ、だからここから話が広がったりしますもんね。だからそのリンクトインを結構海外ではよく使いますよね。なんか使いますね。あの、うん、Facebook ほどプライベートじゃないけど、そのプライベートじゃないし Facebook みたいな機能がちゃんとついていてコミュニケーションもその後取れるし、一体誰その人が誰かも分かるからリンクトインみたいな、うん、結構用途がありますね。今の山本さんの意見はその通り、うんうん、なるほどね。はい、いかがでしょうか。なんか質問とか、まあ、コメント来てますね、はい、新しい質問も来てたりするんですが、高橋さん今手を挙げてくださったんで、はい、どうぞ。あの、どちらかというと名刺交換以前の話の方があれかなと思っていて、まあ、結構こう何十人もいる、あるいは100人単位でいるような場に行っても、誰と名刺交換すべきかみたいなのって意外とこう分かんなかったりして、なんか雰囲気とかこうする側で見てちょっとこう話しかけてみるとかって結構あったりするじゃないですか。で、僕昔本当にこう10年以上前にこういろんな交流会やってた時に、やっぱり参加者名簿を作っておくと結構喜ばれているんですね。でこう来る人が、あの、この人とちょっと話してみたいなっていうのがやっぱ可視化できるので、まあ実際その来てるか来てないかっていうのはあるんですけど、あの、まあ、比較的その割合高いという前提で、その来てる人が可視化されれば、あの、無駄になんかこう言って、で、一回こういう感じだったら、まあ、なんだかんだ、あ、じゃあ違いましたってすぐ言えないので、あの、そこのこう、ロスをどう減らすかっていう、前段の方が僕は意外と大変、あの、大切かなというふうに思ってます。うん、今、質問が別途来てますね。
で、これ高橋さんそのまま喋っていただいてもいいのかもしれませんし、まあ、これ最後の質問になるとは思うんですけれども、まあ今回のコロナで多くのアーティストがコンサートがキャンセルになってとても困ってますと。オンラインでどうやってお金をもらうのかというのは切実な問題だと思ってます。オンラインの価格付けがこれからのイベントでとても大切な問題だと思ってます。オンラインイベントの価値をどう評価してもらえるか、どう思いますか。これあともう一個ちょっと問いを付け加えるとすると、まあ、どうやってお金を集金するかっていうか、そこの仕組みもまたちょっと異なってくるのかなとも今一瞬思ったので、どうでしょうか、そのあたり、まあ、どういう価格付けでどうやってお金を集金していくのかって、このあたりってどうなんでしょうか。どなたでも何かご意見があれば。なんか昨日だかニュースで見たやつで言うと、そのいろんな角度からカメラを設置して、まあ、無観客のコンサートかなんかやったんだけど、そのいろんな角度から見れるっていうところで、やっぱり人がいない機会いないなり その見せ方っていうのがあると思うんですよね。それはコンテンツとしてちょっとこう質的に違うものになっていくっていうのがまず一つですね。でそれに対してこうお金取るのも多分さっき そのセミナーと同じように、前はその同じ場を共有してこうリアル その空気の振動とかこう空気感を味わうためにお金を出したって言ってたものを、例えばそのこうコンテンツが例えばこう手にその自分の方に手に入るであったりとか、あるいはその投げ銭的みたいにリアルタイムに対するこう価値があるとか、その価値の分け方っていうものがいろいろ変わってきて、それによってこう新しいその対価を払うべき価値が見出されるのかなというふうに思っています。まあ、それが何かっていうのはこれからみんな試行錯誤しながらだとは思いますけれども、はい。投げ銭っていうのは割とキーワードなのかなと思います。はい。まあ、どうでしょうか。もしコメントがあれば、ということでちょっと時間が迫ってきたので以上とさせていただきたいと思いますが、とはいえ、話し足りなかったとか、予定があるのでこちらで失礼します。はい、ありがとうございました。今コメントいただきましたが、はい、ぜひ興味深かったですとお褒めの言葉をいただいてます。嬉しいです、ありがとうございます。いや今も今回のセッション70名以上の方に見ていただいてるで、本当にやっぱり皆さん興味を持たれているトピックなんだなっていうのは感じますね。まあ、この後、よりコミュニケーションを取りたい方もいらっしゃると思いますので、ちょっとこのサースデーギャダリングですね、オンラインサースデーギャダリングの仕組みだけちょっとご紹介だけさせてください。今皆さんセッションルームにいますが、これ向かって左側のところですねにいていただいてます。で、まあ、とはいえ今来ていただいた登壇者の方とさらにコミュニケーションを深めたいという方もいらっしゃると思います。その方はこのバーチャルネットワーキングルームっていうところにご移動ください。で、じゃあどうやって行けばいいのかって話なんですけども、まあ、リンク貼らせていただきますので、ぜひそちらからチャットの方にこちら貼らせていただきますのでご移動いただければというふうに思っております。はい、少々お待ちください。はい、で、まあ、そちらにご移動されて、ぜひスピーカーの方々出ていただいてそちらにご移動ください。はい、お願いします。スピーカールームというのをご用意しておりますので、はい、皆さんそちらの方にネットワーキングスペースの方にまず入っていただければと思います。はい、で、セッションの情報を申しますと、7時からは今度はまたこのまさにオンラインコミュニティを運営されてきた、山田さん、海老原さん、それから JWLA の草野さんモデレーターに迎えて、よりそのあたり深めてセッションを参りますので、そちらにご興味ある方は引き続きこちらに残ってご覧いただければと思います。Facebook の方も、コメント欄のところにネットワーキングルームの行き方が Zoom の URL が貼ってあると思いますね。丸にネットワーキングルームっていうところを踏んでいただいて、ぜひコミュニケーションを深めたい方はご移動いただければというふうに思っております。よろしいでしょうか。ということで、皆さん改めてパネリストの皆さんありがとうございました。非常にバリアブルな、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。